瞬間見えマイシティマイタウンです毎月第3金曜日は四日市市の旬な話題をお伝えしています今回は四日市市の春のおすすめイベントを2つご紹介しますよ最初に春のワクワクふれあい祭りそして第55回四日市万光祭りです まずは四日市市の今のおすすめスポットや風景をご紹介する四日市最時期今月はこちらです春になって新しいお茶の葉も育っています写真は四日市市西部水沢のお茶ですね水沢町では今月二十九日に新茶祭りが行われます 今年の新茶を携えてのオープニングパレードのあと芦田神社で今年の一番茶を奉納する賢茶神事が執り行われますよそして三重茶農業協同組合で新茶の初市も開催されますそれでは四日市春のおすすめのイベントをご紹介してまいりましょうまずは今月23日土曜日と24日日曜日の2日間えー 四日市市の西部鈴鹿山陸に位置する桜町水沢町にある四つの施設で開催する春のワクワクふれあい祭りですスタジオには四日市市少年自然の家の西村恵さん四日市スポーツランドの道上香里さんにお越しいただきましたよろしくお願いしますよろしくお願いします,しいしますはい。そして四日市市のキャラクター小乳堂くんも来てくれていますよ ああ舌を出してビヨーンと可愛い,いですね。ダンスも得意なんですよね。ねはい踊ってくれています。すねうん、<laughs> 春のワクワクふれあい祭りについてお伺いしていきます。これは四つの施設が行うイベントということですが、どういったきっかけで始まったんでしょうか。はい。施設単独や西西施設での事業交流が始まりです。 でもきらら高原で特色のある施設が4つもあるのだから、うん、もっともっとたくさんの人たちに来ていただきたいという思いでスタートしましままた<ー>これれででにどのくらい行われてるんですか平成22年5月に初めて開催し平成23年度からは春と秋の2回。 今回で十二回目となります。あそうですか。十二、はい、回も開催されているとやっぱりあの市民にとっては、はい、もう毎年恒例のいつもこの時期になったら行こうかなんていう声も聞こえてきますか。そうですね。うん、毎回たくさんの方に来ていただいております。そうですか。では春のワクワクふれあい祭りそれぞれの施設でどんなイベントが行われるのかご紹介していきましょう。まずは西村さんの四日市市少年自然の 家です。こちらはどんな施設なんでしょうか自然の家は豊かな自然の中でたくましさを身につけた青少年を育成することを目的として昭和62年に設置された社会教育施設ですへ<ー>当日は体験いっぱいフェアとして四日市少年自然の家と星の広場の2会場で様々な体験コーナーを 設けますはい。自然の家会場ではクラフトが中心で自然物を用いたさまざまな工作ができますあ、子どもたちたくさん来てますねそうなんですと、うん、星の広場会場ではいろいろな遊びを体験できます親子一緒に遊んでいただける丸太渡りやかんぽくり体を使った遊びを用意しております また特別に23日はビ,エビアティ・ミエのサッカー教室を楽しめます自然の家に戻りますがツリーハウスがあり登っていただくことができます飲食ブースは2階上ともありますのでゆっくりお楽しみください 楽しみが満載なんですけれども今はビアティンの、えー、サッカーの教室が開かれているという映像を見ていますがこちらはあこちらは24日のみとなっているんですけれども、はい、グランドゴルフの方を実施しておりまして<ー>体験することができます。うん あ、これが先ほどおっしゃっていたツリーハウスですか。あ、そうですね。うん子供たちが職人として作ったものになっております。子供たちの手作りなんですか。そうです。すごく立派なので、ちょっとそんな風には見えないですね。そうなんです。いつも驚いていただいてます。へー、子供たちはここでどんな遊びをするんですか。えっと、やっぱり一番上まで登って景色を楽しんでおります。へー。 いやあ、いいなあ。んなところに隠れ家として使ったりね。あのみんなでちょっとご飯なんて食べたりしても楽しいかもしれませんね。そうですね。はいえー、そしてやってきた皆さんの反応ってどうですか？えっとご家族で1日ゆっくり過ごしていただいてます。はい、で、先ほどのあのツリーハウスなんですけれども、はい、イベントの時にしか登れないのでとても人気となってます。えー、あ、そうなんですね。はい。 今度は三重県環境学習情報センターについてです。こちらではどんなことが開催されるんでしょうか。はい。楽しくエコを学ぼう。春のキッズ、エコフェアとして。二十三日はセンターの展示ホールを使って。クイズや簡単な工作コーナー。三重星空環境案内人によるプラネタリウムの上映も行います。二十四日は。 干ばつ材で作るウェルカムボードや自転車発電体験など県内で活躍する環境活動団体や学校に出店していただきます、うん、地元食材を使った地産地消の飲食ブースも出店するのでマイ箸マイスプーンを持って遊びに来てくださいねへーあー 私も前に取材したことがありますがこの自転車をこいで発電するみんな楽しそうにやっていましたよ。そうですね、はい、とっても楽しんでますね。うあの間伐材を使って何かを作ったりだとか今の自転車で発電をしたりだとか楽しみながらエコを学ぶことができるので子どもたちにはとってもいい体験なんじゃないかななんて思いいますがいかがですすががかかででそうです、ねうん、ととても楽しんでいただいていると思っています。はい さあ、どんどん参りましょう。今度は四日市スポーツランドです。こちらはどんな施設ですか?。はい。アスレチックコース、スーパースライダー、ローラースケート。バーベキューなどの屋外スポーツですね。うん。小さなお子様から、ご家族を揃いで、一日楽しんでいただけます。季節によっては、いろいろなお花も楽しんでいただけます。今年の桜は、見事でしたが、これからはツツジやサツキ、つつじやさつき。 アジサイなどが見ごろですねたくさんのお花が咲いてるんですね、はい、はい。そして今子どもたちがアスレチック楽しんでいますがこちらは大人も楽しめるとお聞きしましたがそうですねアスレチックコースは1週が 50, 本50分ほどかかる本格的な施設です<ー>子どもさんは元気で大人の皆さんは大変です 入場されましたら一日のお値段ですので何周されても大丈夫ですそうですかあ恐竜じゃないですかまゆさんここなんですか仲良し広場と言いまして恐竜さんのお口にも入れるんですよええちょっとワクワク私も子供たちに混ざっていきたい写真とか撮りたそうですねまゆさんぜひ聞いてくださいはい これはスーパースライダーと言いまして、はい、150メートルほどの長さがございます。へえ、そんなに長いんですか？乗り心地はどんな感じなんですかね？そうですね。スキーをしているようなあの<ー>雰囲気が味わえますので、はいはい、大人の方も楽しんで乗っていただいております。はい、あ、結構スピード出てますね。はい、楽しいです。うん。 周りには桜も咲いていて桜の季節は終わりますがたくさんの花も咲いているのでその花をめでながらえアスレチックだったりスライダーだったりアクティブに楽しんでもらいたいなぁなんて思いますそしてもう一つが四日市市ふれあい牧場ですこちらではふれあい春の牧場祭りが行われるんです 四日市ふれあい牧場は、牛、ポニー、ヤギ、羊などとのふれあいが楽しめる憩いの広場があります。また、餌やりや搾乳などの体験もしていただくことも可能なんですよ。かわいいですね。ふれあい牧場では、ですね、牧場ならではの濃厚ソフトクリームをはじめ、各種乳製品の販売や多数模擬店の出店はもちろん、 体験メニューとしては作乳体験やバター作りなどたくさん揃えておりますのでぜひ遊びに行ってくださいもう牧場の祭り一番のメインイベントでして放牧場に帽子牛をいっぱい連れてきてお客様と一緒にレースをしていただくというイベントになります、はい、大変見どころがありますのでぜひよかったら見てみてください横市ふれあい牧場では23、24日春のワクワクふれあい祭りを行いますぜひ皆さん遊びに行ってください こう牛を引っ張って走るなんて、なかなかできない体験ですよね。そうですね。うん、またこのふれあい牧場さんはもう見渡すと茶畑も見えて、もう雰囲気も素敵で。 やっぱり自然も心から感じることができる施設なんですよ。んまあさんどうですか。いや,やっぱりこう普段ね、うん、触れ合えない動物たちと触れ合えるっていうのは、貴重な体験ですし。はい、まあ思い出にもやっぱ残るから、ね、うん、やっぱ大人もね、子どもも楽しめるんじゃないかなって思いますね。え、さらに、バブルサッカーなどで、今話題のバブルも四日市飼育。四日市飼育触れ合い牧場で、体験できるということです。こちらも、ぜひ体験してみてくださいね。 さあ4月23日土曜日と24日に開催される春のわくわくふれあい祭り、両日とも開催時間は午前10時から午後3時まで、それぞれ4つの施設で開催されますが、各施設を回るには、この季節ですとハイキングやサイクリングも兼ねてというのもおすすめなんでしょうね、西村さん。そうででですすすねね鳥のの鳴き声も聞こえてくるので楽しいいいいと思ま そして各施設の間は2日間施設間ループバスが無料で運行されます朝の9時30分のみ近鉄湯の山線桜駅から会場に向けて出発しますまた4つの施設ではスタンプラリーを行っています4つの施設のうち3つのスタンプが揃ったら先着で記念品のプレゼントがあるそうですよでは春のワクワクふれあい祭り えー、西村さん、道上さんより PR お願いします、はい。楽しい体験がいっぱいできます。ぜひお越しください。はい。新緑の季節ですので、ぜひ自然を大菓子においてください。お待ちしてます。してます。はい。古乳道くんも来てくれるんですか。<laughs> はい。お、やる気満々ですね。<laughs> すごいアップなのが気になるんですけど。可 <laughs> 愛らしいです。 えここまでは今月二十三日二十四日に開催される春のワクワクふれあい祭りについてお伺いしてきました。スタジオには四日市市少年自然の家の西村めぐみさん、四日市スポーツランドの道上香織さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。したお知らせの後は今度は四日市の伝統産業のお祭りについてご紹介します。 今日は四日市市の話題をご紹介しています先ほどまでは春のワクワク触れ合い祭りのご紹介でしたが今度は四日市の伝統産業のお祭りです 来月5月14日土曜日と15日日曜日に四日市市東栄町の万古、えー、神社周辺で開催される第55回四日市万古祭りについてご紹介します。スタジオには万古の里会館の館長、勝間恵子さん、四日市万古祭実行委員会の委員長、片山武さんにお越しいただきました。よろしししくおお願願いいまますす はいそして四日市バンク焼きのキャラクターのポッターくんも来てくれています大きくて黄色と赤ですごく目立つますねはいえどうしてポッターくんっていう名前なんですか片山さんあ,あの、はい、まあ見ての通りこれあの我々の産地は土鍋が中心の、はい、あの陶器を販売してるんですけど、えー、それもち中にあの作ったものなんですけどこれ、はい 実は十彼が十五年ほど前に、はい、え一般公募で小学校五年生の方がお名前もつけていただいたはい、はい、そういったのがお名前になりますああそうなんですねじゃあ子どもたちにも愛されているそ、ね、ということですね、はい、さあ五十五回目を迎える四日市バ古祭りなんですが、うん、もう歴史を感じますね五十五回目ですかねカズマさんはいはいえっと四日市バ古祭りは 四日市に焼き物をもたらした先人の祭る万古神社というあの業界の神社がございます。はい、そこの大祭に寄与する目的であの始められたもので今年で五十五回目を迎えます。昨年はあの万古陶磁器共同連合会で組合連合会でえ関係者三十九社出展しまして二日間で 6万人の方に置いていただきました、まあ、そんなにいらしたんですか、はいはい、で今年は10万人おいでいただこうといろいろなイベントを企画いたしておりますじゃあもう迎える方もばっちり準備を整えているということですねまた晩この バンコ焼きの神社があるっていうのがすごく珍しいことじゃないですか。はい、あの県下でもあの珍しいそうです、うん。はい。やっぱりその伝統産業として町の人に愛されていたからこそそういった神社があるのかな,なそうですね。あの先人の残してくれた遺産を大切にして資産にしようっていうことだと思ってます。はい、なるほど。 さあその四日市バンコ祭り詳しくご紹介していこうと思うんですがえまずは近鉄河原,原町駅周辺では連売会場として多くの店が並んで四日市バンコ焼きのさまざまな商品が販売されるんですよね、はい、片山さん。はい、あの今年はバンコ陶磁器振興協同組合連合会の方のえ関係者で、えーはい、約34社の出店者がございます。 で皆さんご販売まああの画像,映像にも出ておりますけど、はい、えー、急須、給ス花瓶、うんえー、土鍋あと食器等まああの歯科の三、はい、割引きは当たり前で七<ー>、えー、割引きといった商材もございます。そうなんですね。それとまた今年は、はい、あの一つう連売地会場に、うん、えータイガー魔法瓶様が 出店さしていただきます。えー、あの実はですね、あのタイガーの炊飯器、はい、皆さんご存知かと思いますけど、あの内釜はバンコ焼きでできております。ええー、そうなんですか。でそれをまああの宣伝していただこうということで、はいえー、当日はあの炊飯器で、えー、いろんなあ炊き込みご飯を炊いていただきまして、えー、来ていただいたお客様に、はいえー、振る舞っていただくという行事もございますので、えー、皆さん楽しみに。 していただければと思ってます。はい、炊飯器で、あの土鍋で炊いたいような甘くてふっくらしたご飯が楽しめるということなんですね。はい、わあ、すごいですね。楽しみ。えー、たくさん食べたいですよね。ね食べたいですよね。え、そして万国祭りならではの掘り出し物もあるんですよね。そうですね。あの掘り出し物いうよりは、はい、あの各お店の方で、はい、えー、販売店員さんがお見えになりますが。 販売店さんと掛け合いのもとで値引きをしていただくとう、はい、あそういった掘り出し物に、えー、皆さんがしていただくことが一、はい、つの商品だと思いますので毎年これもあの我々の萬古祭りの一つの名物になっておりますので皆さんその辺を、はい、していただければ皆さんそういうのをお待ちしてますので。はい、はい やっぱり伝統のあの萬古焼きですからそれなりにお値段があるとでも、このお祭りではもうそれがどんどん安くすることもできるということなんですよね、はい、それがまたはい,い,い,い楽しみです、はい、そしてこの四日市萬古祭りの2日間イベントも行われるそうですね。はい、はい、あのー 今画像に出てますけどあのバンコその里の会館の前に駐車場がございましてそちらの方で、はい、えうでイベント村という,う会場になっております。はいえー、こちらでは B 級グルメで有名になりました四日市トンテキ、はいえー、これを振る舞っていただく、まあ、あの500円で器付きで、えー、ご販売もしておりますので、えー、い非常に、はい、お値打ちになっていると思います。えー あと万あ古の,の里会館で女子のチームがございましてえ女子のチームの方があーあースイーツを万古の土鍋で実演をしていただくまた試食もできますのでえまたそれと防災土鍋というものを作りましたのでその防災の土鍋でえ炊き込みご飯を これ一番もイベ、はい、あの試食ができるように、えー、その場の会場で作っていただきますので、はい、それも楽しみに皆さん来ていただければと思います。はあ、いやうを買いに行ったらいつの間にかお腹がいっぱいになっていたみたいなね <laughs> そんなイベントですね。ねはいお腹かも気分も満たされそうです。うん、そしてこのバンコの里会館の中でもいろいろとあるんですよね。はい、はい、あのバンコの里会館の中にあの常時 あの器邸と申しまして、はい、バンコ焼きのあの、うん、陶磁器を販売しているショップがございます。<ー>そこは常に、はい、あの2割引きなんですが。2日間は、えー、除外品もございますが、3割引きをさせていただいております。はい、で、またあの地場産品それだけでなくてですね。地場産品とか、はい、あの陶芸教室でできた作品なども、はい、あの。 販売をしております<ー>それとあのお子様たちには絵付,け絵付け体験をしていただいてその、はい、ご自分のマイカップとかですね、はい、あのいろいろあの土鍋でも構いませんし、はい、絵付けをしあの楽しんでいいただいております今こうやって絵付けの体験の様子が映像で流れていますけれどもこれは誰でも参加できるんですよね。はい、はい いやこれ結構いいな色合いが出るんですか、はいはい、やっぱりオリジナリティのあふれるもう自分でしか作れない作品が作れるんう、ね、そうですねはいあのそれ、はい、自分で作ったものってもう何よりもいいものになりますので、うん、皆さんとってもあの喜んで頂い,いてこちらが先ほどあの画像で 書かれてた、はい、あのマグカップです。ああ、そうですか。もう色鮮やかで繊細ななんか人柄が現れているような作品ですね。はい。やっぱり、そのお子さんも楽しんでいる様子って見られますか。はい、うん、あの。昨年、は私、はい、あの、ちょっと感動したんですけど。はい、あの。 ご家族で来ててそのお子様の小さい時から毎年来てますと、はい、でそのお子様の作品で成長の記録になっていると言って、はい、その作られたものを大切に家族でしてますというお話聞,う聞かせていただきました。えー あ,あそんな家族の歴史もこのカッに刻まれているんですね。すねわああ素敵です。さあ改めて四日市の伝統産業四日市バンコ焼きの春のお祭り第55回四日市バンコ祭り改めて振り返りましょう。開催は来月5月14日土曜日と15日日曜日の2日間四日市市東栄町 万古神社周辺で午前9時から午後6時まで行われます。なお当日は駐車場の混雑が予想されますので公共交通機関もご利用ください。近鉄四日市駅からシャトルバスも運行されます。詳しくは万古当直器卸商業共同組合零号級の三三一の三四九六または万古の里会館ホームページまでどうぞ。 最後になりましたが55回の四日市バンコ祭りについて一言 PR をお願いします、はい、今年も両日とも晴れると私は信じておりますどうぞ皆さんあの四日市バンコ祭りまでお出かけくださいませはい 小さなお子様からあのお年寄りの方まで一、えー、日、丸、えーま、と楽しむことができますので、えー、皆さん楽ししみにお待ち申し上げまますすはいいありがとうございます来月5月14日土曜日と15日日曜日に四日市市東栄町萬古神社周辺で開催される第55回四日市萬古祭りについてスタジオには萬古の里会館の館長、一馬恵子さん。 四日市万古祭り実行委員会の委員長、片山武さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。した次回の瞬間見えは、二十日水曜日に桑名市もご紹介します。